こんにちは、アキトです。てなことで、今日はこれからアウトレット行きたいと思うんですけども、バッチリ夫婦と、あとどうやら小林さんが来るらしいので、これから合流していきたいと思います。いつもつむさんと一緒なんですけど、今日はどうやら来れないらしいので、まず開いたらいいねお願いします。いいねは既読の印みたいに、すぐ朝起きてトイレ行くぐらいルーティーンで押してください。毎回いいねは500目標、コメントは100件、僕の返信も合わせて表示は200になりますけど、目標でやってますので、あと毎回15秒、今ひろまる JP シューレースさんが出していただいてますけども、グランドスマ向け1万円メンバーシップやってますので、毎日投稿毎回の冒頭15秒にお名前を表示させます。グランド様向けもそうだし、普通のメンバーシップの人もそうですけど、お金払ってくれる人がいるおかげで僕は活動を続けられてます。聞いてはこうやってみんながタダで見れますので、お金払ってくれる人がいるから一番助かってます。みんなも感謝してアザスと言いましょう。アザスってなことで、今日も行ってみよう。もうマスクしてくれ。タバコ吸うんだよ今から。暑いからめんどくさいんか、マスク。暑いでしょうよそうだよ。じゃあいいんだな、顔出しするんだな。言ったな、もう喧嘩だぞこれは。もう戦争、ガチコーンだよガチコーン。顔を晒し合いの戦争。そうだよ、わしの顔が晒されたって、どうせブスはブスなんだからさ、別にみんな興味はないんです。いやー、アキト君の方が興味あるでしょ。今エミちゃん顔ファンだっているんじゃないですか。いないいないいたらびっくりよ、天と地がひっくり返るわ本当に嫌いこのカバン、買って後悔したナンバーワンこのカバン。それでしょ、それ結局使いづらくなっちゃったんだ。めっちゃ使いづらい。買った時はテンション上がってさ、バカ上がりしてたけど、今使ってたけど全然ダメ。こう深いと見つけづらいんだね、ものが。だからさ、巾着とか使わないからさ、全然なんかこうぐちゃぐちゃなのよ。え、なるでしょ。そんなに、だからそもそも持ってないって、そんなに種類を持ってるでしょ。重たくね何入ってんのそれ。リュックってなんかね、重くなっちゃうよね何入ってんのと思うけど。レッツゴー、ニューバランス。次はレッツゴー、温暖化で温暖化。見てきます。これってコラボじゃないんだっけ。コラボ、この笛がついてるやつね。サレヘベンバリすごくない。サレヘベンバリコラボあるってすごくない。すごいですね。まあ、そんなに大人気モデルじゃなかったとはいえ、黒もあるやん。いちご安っ。あ、これは1906。あ、990はあるのか。1とかはないや。サンダルも安くなってる。うん、 10% オフ。12,100円の 10% オフ。つむり紫見るたびつむりんって言うやん。買うんちゃう。これいいよね。誰のコラボ。サレヘベンバレー、登山の遭難用に笛なんだって。あと熊よけとか。 US10 何センチ。28。え、これで28なの。いや、まあでかいんじゃない。もっとでかく見えるんだけど。US10 テンハーフ、テンハーフ。スムリンがよく言うテンハーフ。テンハーフ 28.5。 でかくないの。こう30センチくらいありそうじゃないこれ。あ、逆にでかい、うん、ここがすごいモコっとしてるからね、うん、これ誰か吹いた人いる。いるんじゃない、わかんないよ。これちょっと多分履きづらいよね。ランニング用でしょ。こうやって走るのが理想だね。にしてもじゃない。にしてもでしょ、これは。すごいよ、これ。ああ、どういうことかってわかる。ニューバランス見てきました。サレヘベンバリーコラボがありました。はい、コラボありました。今回いいですね。幸先いいですね。うん。アシックス行く？アシックスも行ってきます。もうこっちに降りてきちゃったの？これ3万くらいしちゃうんだよ。かわいいやつ。かわいい。この匂いなんだろうね。うん、なんか、ゴムっぽいけど、うん。めちゃくちゃ歩きやすそうじゃん。これ定価高いの。3万ぐらいした。定価3万。シックスでこの値段って買わなかったの。ダメって言ったんだ。これメイドインジャパンだからね。アシックス日本のメーカーなのに日本で作ってないんかい。あ、そうなんだ。うん、だからメイドインジャパンって出たんじゃないの。アシ
シックスでわざわざメイドインジャパンってね、なんか変な感じ。ベトナム、うん、元の形は日本で作って大量生産するのは人件費安いとこで、ゲルカヤの30、そんなに出てるんですかみたいな。ゲルカヤの30、ジョーダンと一緒だね。今14が人気だもんね。14人気なんすからしいですよ。だから、ね、ジョーダンも11以降はもう人気ないやん。独特の匂いしましたね。スケッチャーズはいいっす。あ、行くんだ。スケッチャーズ行くんだ。うん、スケッチャーズも場所あるからね。え、奥まで行かない。入り口入っただけだ。狭いからいいや。だってジッコが欲しいのはスケッチャーズのバッシュだから。スケッチャーズでバッシュ出てるんだ。うん、なんか誰かとコラボしたんだよね。今年新しく出たんですよ、スケッチャーズでバッシュ。そう、今年出たんだって。新しく、バッシュ部門ができたんだ。スヌープドッグコラボです。スヌープドッグ聞いたことあるよね。聞いたことある。ラッパー。でも探すのめんどくさくて出てきちゃった。奥まで行くのめんどくさかった。意外とね、奥までこう長いタイプの店舗だったから。動線がこれしかないからね。アディダスのイージーって多分店舗ごとにモデルが違うんじゃないかって気がしますけどね。いつから来たんですか。最近でしょ。オンラインでもセールやってますもんね。最近も栃木のアウトレットでは目撃情報があったみたいな話はあるけど。だからプレミアムアウトレットしかないとかそういうことないですか。ああ、そうかもしれない。ナイキの SB もリファービッシュド扱い店舗しかないみたいならしいから。リファービッシュドって何ですか。ね、よくわからんけど、その不良品として戻ってきた分を出すみたいな感じらしい。あ、ユナイテッドアローズ見るんや、小林さんが。スニーカーだけ見たいらしい。ふーん、ツムてる。そういうの見つけるとすぐツムさんじゃんって言うやん。だから絶対そうじゃん。いや、似てるけど、シュプリームのやつにね。うん、それそうじゃん。そうじゃんって違うけど、ナイキないね。でもニューバランスより安いですね。さっきのニューバランス店より安い。あ、30% 引き。さっき 10% だったもんね。また回してんな、そういうの。こういうの好き。30% 引き。ユナイテッドアローズ見てきました。見てきました。ニューバランスは本家の店舗より多分安いよね。うん、30% だからね。向こう 10% だから。10% ね。10%。10%。 10%。 こっちは 30%。 10%。 30%。 10を G。 D を D。 ニューキャスターは10分も10分って言うでしょ。言わない。無反応だぞ。あれ、次はどこを目指してるんですか。あれだよ、階段登っていくとこ。階段登っていくとこ、うん、にアンダーアーマーとプーマがある。もうそんなの分かってるんだ。庭だから。御殿場のアウトレットが庭。うん、庭だよね、ずっと。いい。いい。ポケセンあるよ。ポケセンの前通ろう。通るだけ通りたいんだ。チラッと中見て。うん、あとね、庭は暑い。ポケセンなんて何を見たいの？わし、ポケセンとかおもちゃ屋さんとか大好きだから。あ、そういうのが好きなの。うん、ワクワクしない？いや、わかるけど、うん、そんな少年の心みたいな、うん、わしだって最新作のポケモンもうやり終わった。やり終わったんだ、最新作、うん、そう、まあ一生やり終わんないようなやつなんだけど、どんどん更新されるからね、最近のは。あ、コダックのぬいぐるみね、コダック。なんか一直線になんか探し物してるじゃん。コダック。コダック、会社名みたいな。こんな中からわかるの？わかるよ、見れば。違うよ、ボロツキー。ボリュー、ボリュー。ポケモンってすごいキャラクターいるんだね、いっぱい。もう181匹の時代は終わったよ。今これだから、あの御三家。知らない。私これ選んだ。クワッス。主にぬいぐるみがいっぱいあったね。うん、欲しいんだけどね、ぬいぐるみ。家にあったら猫におもちゃにされてすぐ小汚なポケモンになっちゃうからね。ダイソーの新しいドライヤー見た？こんなんなってるやつ。アウトレットだからないから。そんな新しいドライヤー出たの？うん、こういう形のやつ。嘘だ、嘘だ。排水管みたいなやつ。
時計のデジタルね。あ、そう、文字盤じゃなくてさ、デジタル出してくんないかな。ベルディの時計、何時か分かんないから。分かんないよ。書いてないから。うん、そう。12時40分くらい。これまっすぐ行くとナイキがあるの？ある。あそこ、あのでっかい建物。おお。じゃあ、いよいよ次はナイキですね。これで何回分になった？2回分だな。ハイブラただ歩いただけだからな。そう。ハイブラはちょっとね。うん。それだからゼロだったな。ね。買わないから。買わないだろ。今日のピークポイントアディダスで終わってんだよ。入り口でね。いい、欲しい、欲しいって。水が綺麗だぜ。お前、覗くな、携帯落とすから。覗くな、携帯落とすから。絶対落とすぞ、お前。下変わんなってんだ。100落とすでしょ。もう落としたら一巻の終わりだね。もう商売できないよ。わしの携帯貸してあげる。よし。ナイキで SB 見つけよう、じゃあ。見つけよう、今日の本番だ。うん。早いんじゃない、10個。10個、1人でどんどん入っちゃうね。あ、入っちゃうんじゃない、もう。1人で入っちゃうんじゃない。あ、入った。入ったね。でもお正月なんかより全然空いてるよ。入るまでに、前に一旦、活動限界で座らないと。わ、みんな先に入っちゃった。もう、どん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 先に入っちゃった、みんな。全員置いてったやん。やっと追いついた。すごい。置いて入ってったな。うん、これじゃ迷子になると思って。平成ワン置いてあるとこ素通りしてたから。冗談ワンはもう見慣れちゃったね、あれ。ずっとあるもんね。さすがに 30% 引きではない。もう、紫箱と、SB のやつ見つけて。お、紫のやつ SB やん。NY さん専用。NY じゃ、次。この人数だと、あってももうすぐ買われてるじゃないかっていう。確かに、ジッコも言ってた。女も一番最初に来ねるとダメだよって。あ、回転の時にね。そう。おー、また新しいやつ出てる。ダンク。あ、この箱は、アタックやん。安っ。青いカラーもある。こっちはちょっと高いんだ。うわー。アタックもアウトレットに来るようになったんや。なんか、え、なんか持ってきて履いてるやん。SB。全然入んない。全然入んない。何センチだったんこれ。28。28。全然入んないんだ。バレリアンブルー。リバースカレー。テニーツ。テニーツありました。今高いっすね。定価いくらなんだろう ?2 万。これずっと出してて、すごいなんか、色が濁っちゃってます。2万8600円。ちょっと高く思っちゃいますね、もう。今。このバレリアンブルー、この紐、カチカチンのタイプなんじゃないこれ。そう。これダンクすごい充実してるよね。アウトレットでね、こんなダンクが普通に流れるなんて。考えられなかったけどな。本当です。これもアウトレット来んの早いけどな。これここがすごい暑いんですよね、スウッシュが。作りが SP モデルみたいな感じ。あ、ここ？本当だ。こっちの方が分厚い。これ QS って書いてるんですね。だからなんか前の復刻だからっていうことなんじゃないですかね。出たエアマックスプラスもどきのやつ。エアトーチ4。うわー、これ安くないですか。ビッグバブル。ほんとだ、安い。2万とかするのにします。箱かっこいいんですよね。かっこいいですね。あとここ、これあれじゃないの？エアマックスデーの去年の新作。エアマックスパルス。あ、びっくりした。おお、ユニオン。7999円。約8000円。見つけたね。今
7.5 しかないって。27か 7.5 書いてみるらしい。これなんかさ、あのアトモスでクイズやったやつですよね。そう。で、なんか一番ぐらい人気のカラーじゃないですか。